ここ下條のゆうちゃんですから6号艇、うん、バッキバキの A1 レーサー、昨日準優勝戦で残念ながら2コースから3着に敗れてここにいるっていうことですから、うん、普通に考えたら頭まであります。おただいまから第7レースのスタート、1,2,3,4,6,5 ですね。とりあえずインからは一昨日逃げてるんですね、はい、うん、しかも成績的にも悪くないですね今節ね。この渡辺選手も準優で昨日2コースから4着に敗れてということですから、はい、あでもこれ買いやすいっちゃ買いやすいのか、安いんじゃねこれ 1,2,6,9.3 です、うん、6,1,2 で 10.4 倍、え？これ買えんわ、もう10倍切ろうとしてる。6でも5コースに入ってしかも内側にスタートちょっと遅めの出本さんがいてってなったらもうまくり差しのどえらいのが刺さって、ああさすがだわって。ただ下條選手は昨日準優勝戦で負けて、はい、メンタル的にはちょっと落ちてるかもしれない、モチベーションというか、そこまで、そう、そこまでスタートで踏み込んでくれるかどうかがちょっと分かんない。それ頑張って新人さん、うん、がなんかついてっちゃったみたいな感じで6号とかないですかね。それに期待して6号だけ買うっていうのはいいんじゃない。確かにそういう時の2連単なんか、でも僕のイメージでは下條選手はまくり雑誌なので、まくりだったら内側全部ごっそり掃除して一緒についていく6っていうのはまあ仲ないかもって思えるんですけど、まくり雑誌にしたら一緒についてった人外すっ飛んでって終わるんじゃない、せいぜい6,500ぐらい、6,500でさらに言うと6がもうまくり差しで4とか3ぐらいまで潰してるかもしれないから6,1,2,5、うん、さあ6、5のその線はさておき、まず5は切れそうじゃん。で4も2着が1回あるけど他5、6だから厳しいじゃんっていう理論で言ったらこれ3だって切れそうじゃん。で2の天野さんの成績が良くないのが怖いわけ。はい、1661の2,3で行こうと思います。まあ、インコース渡辺翼選手節間きっちり着 1,2 着取ってますね。で下條選手も同じような感じ、ここ5コースからの発進ではありますが4稼働出本さんスタート遅めだし今節も全然絡めてないです、船券に。そうなるともう下條選手のまくり差し、これに調子は悪かったけれど腕はある天野さんが残せるかどうかという、はい、もう4点でいきたいと思います。はい、私はダダン136の236と612連単1の26にしようかなと思ったんですけど、天野さん の, あの今節の調子の悪さよりも村田さんがすごい2着取りそうだなと思ったのでこう3にして2,3にしました。で 6,1,2 連単ちょっと買ってみたいと思います。10倍だったんで、あの2連単は結構その時間ギリギリになったらがっつり落ちてるっていうパターンもあるから、え今16分残ってるんですよ、はい、よく見ときなよ、めんどくさがらずに。わかりました。じゃあもしかしたら消えてるかもしれません。それもありだね、はい、ここまで安いんだったらもうちょっと買い足すとかいろいろあると思うので、はい、10倍切らなかったらまあ買いたいなと思います。6,1はなるほど、はい、よしじゃあ買いこう、とりあえず買いとこう。6,1下がってきました。どうします？6,1が 6.2 倍まで下がって6,1の2連単を消しました。ちょっと買い足してもいいですか？買い目あの買い目変わりました。2連単やめて6,1の2,3,4を抑えたのと、うん、あと6,0005を100円で、なるほど5がついてってってことですね、はい、で3900円になっております、うん、やっぱギリギリまで待ったら全然違ったでしょ。全然違いました。びっくらポンです。本当にびっくらポン、もうびっくらポン。さあ下條のゆうちゃんがどこまでやってくれるのか、おそらく進入は5コースですね。風がほとんどなくなってきたな。そうですよね、うん、なんか
となるとこれゆうちゃんも攻めやすいんじゃないですか。スタートは早い選手なので、はい、風がなければその惑わす要素としてはあと塩だけ、うん、でもその塩も8レースでおそらく潮止まりぐらいなんですよ。もう満潮だからもう今ゆるーくなってるはずなんですね。はい、分かんないと思うんですけど。分かります。あ、分かる。はい、どういうこと。だいぶ満潮に近づいてきてるんで、うん、そんな満ち引きは緩やかになってきています。ちょっといい表情でかしこぶってみました今、うん、そう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 。なのでそうなるともう下條選手の独壇場になってもおかしくない。うん、あわよくば6前後頼む。頑張れ、いけ頑張れ、ついてけついてけ、いけいけいけ。さあゆっくりと寄せてって寄せてってまくり切った。いけ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 、あ、こうついてってんじゃん。いけついてってる。でも6号は持ってないな。だから3着。ここから落ちるって。うん、だから3着。2が入るか。え、ついてってんじゃん。ついてってる。6、2号あるよこれ。6、2号来い。あー、でも1号入られた。これさばけるのか。うわー、無理だった。結果こうなっちゃうね、やっぱね。そうですよね。でもやり合ってますよ。あのやり合いはそんなに嫌な感じではない感じ。うん、まあそうなっちゃうね。わー、頑張ってるけどな。頑張ってほしい、お願い。615でもいいから、お願い、お願い、お願い、トップでクリアしました。お願い、お願い、お願い、入って、お願い、お願い。やっぱ4頭がやっとか。1番、2番で最終周回です。4番手、石内マークはいいところに入っていました。新人の5号艇、カーベイガクト、その後ろに4号艇、出本雅宏さん。やっぱ頭でしたね、楽。楽楽でした。楽楽でしたね。スルリーンと。3番手、2号艇、天野、上位体系、6番、1番、2番で大きくばらけています。さすがよ、ゆうちゃん。先端の角は 11.3 倍です。一応当たりです。はい、ついに今日初当たりです。ダブル的中来ますよこれ。うわー、まあ、でもすごい楽しいレースでしたねこれは。うん、なんかついてってくれてて、ちょっと一瞬夢見られたね。はい、夢見れたね。5がまあ結局5着まで落ちちゃってますけど、頑張ってほしいですね。はい、ひとまずイエーイ、ダブル的中、ようやくです。ようやくやった。ひなたは初めて的中、今日やっと。おめでとう。小腹空いたんで食事挟んで。ああ、こっから、はい、うん、ちょうどいいんじゃない。行きましょう。行きましょう。お腹空きました。はい、ここで、ね、どこですか。僕も初めて来たんですけど、はい、1階の中央ホールがまあ真裏にありまして、はいはい、ここ前何にもなかったんですけど、ここにアクアムという広場ができまして、おしゃれですね。その中にリエートというお店があるんですが、はいはい、これはあのここで、あ、バーコードで QR、うん、出るんですけど、めっちゃ美味しそうなのよ。ピザ、美味しそうなピザが。サイドメニューもちょっといいでしょ。唐揚げ、ポテト、生姜の唐揚げ。ピザ屋さんって珍しいですね、ボートレース場で、ね、うん、なんかおしゃれ。こんばんは、お願いします。すごくない？すごい。マルゲリータを絶対食べたいです私。 M だったらのハーフ&ハーフ。あ、そんなことできるんですか。はい、M の場合はですね。はい、これをハーフ&ハーフにしてもらって、ハーフ&ハーフ、はい、結構よく出てるのはこの4番のポテトベーコンも人気です。じゃあポテトベーコンと、はい、あとどれがいいですか。シーフード系はあまり興味ないですか。じゃあこれもハーフ&ハーフで、はい、ハーフで、はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。で、生姜の唐揚げって気になりますね。人気の唐揚げ、生姜の唐揚げと、はい、こっちでいいですか。はい、これじゃあスルメイカのゲストの、ね、はい、はいはい、じゃあこれでお願いします。はい、お願いします。お前かな。ということで、当店の3カードが取りました。お、500円ごと1個貯まるんですよ。お、そうなんですか。で、10個貯まるとガチャガチャが引けます。え、あ、じゃあもういいんですか。いいですよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。当たります。あ、そうなんだ。またピザの料金当たる。やばいすげえ。回し見ますね。行きましょう、行きましょう。よし、何が出るかな。出ました。
はい、フライドポテト 300g 引換券やったじゃん、これください、ラッキー、ちょうどポテト避けたとこだからね、はい、抜け目のとこ埋まった感じですよ。ちょっとお時間いただきます、はい、はい、お願いします。すごい、しっかり抜いたとこ挟まってきた、ね、そうですよね、素晴らしい。さあ早速第1弾。うわ絶対美味しい、無理。すごしかもこれちゃんと蜂蜜かかってるじゃないですか。いや美味しいやつですよ。最高。いやーすごい。あ、食べるぞ。うわうん、あっ、うん、うまそう。俺もう美味しい、やばい、出来立てのピザ、チーズやばいです。ほんと、あ、ちょっとですよ。うん、おいしい、チーズも超絶香ばしい、しかも、うん、これは無理だね、ちょっと処理班に残しておくことはできない、すいません、うん、こちらはサイドメニューの多いよ、多い生姜唐揚げさん、ちゃんと串がついてんだ、はい、うん、サクサクジューシー、ブリブリ、本当だ、へそから間違いない、間違いないですか、うん、美味しいですか、いってください、いけ、いきました、うん、めっちゃうまいよ、やばい、なんか1ヶ月ってこんなサクサクしてましたっけ、衣、しなしなじゃないですか、まあ、揚げたてだからなんじゃない、うん、そしてガチャガチャで当たってサービスでいただいちゃったポテト、うん、芋が甘いですね、うん、あ、そして来ました、バジルソースだっけ、シーフードだ、北海道ポテトとベーコン、美味しそう、美味しそう、これ熱い、いきなり行ったけど、エビが取れてました？エビ真っ先に落下してましたよいただきます、うん、先ほどとは打って変わってバジルが香りがすごいです、でしょうね、バジル、バジルなんでね、あとエビがブリブリです、あ、ほんと、はい、うわ上手、うまいですか、うまい、これが北海道ポテトとベーコン、おお、いただきます、危ない、うん、なんとこれ好きです、ああそう、子供大好きこれ絶対、ああこれお子様に人気って書いてたもん、うん、わお、うん、美味しいですよねこれ、子供いたら毎日ここに連れてきて、うん、好きなもん食えって言ってたら楽しいですよこれ、うん、でさらにパーフェクトだったのは、まあこのモニター見ながらレースが見られてグランプリこっちで見られるのよ、モニターがあるのここに大ホールの、おすすめです、普通です、行きましょうよ、行きましょう、あれこれ結構なワンチャンアルゾ番組にしてるんじゃないの、え、森の角から一発ってことじゃないの、この辺になってくると一般戦じゃなくて選抜戦というね、はい、節間でいい成績を残した人しかもう走れないので、でそういういい成績の人が順番に乗ってるってイメージでいいんですよ、はい、1から順番に、ただ展開が向いていい成績を取れたとかも含めての総合の成績なので、1号艇の選手斉藤選手より腕で言ったら 2,3,4 の方が上みたいな点数になってるわけですよ、あの全国勝率がね、だからそれでちょっと面白いという、なるほど、まあ、ただインの斉藤選手も2日目ゼロ台のスタート行って逃げてますから、今節はしっかり逃げんのかなっていうところ、これ松尾選手が遅れたらもう森野選手ズドンですよ、行っちゃいますね、森野君もそんなイケてるわけじゃないんだけどな、スタートですよね、うん、今日のインコースは森野選手も 2-2 で負けてますし、松尾君も 2-7 で負けてますし、なんなら2号艇の渡辺くんも 2-6 で負けてるんですよね、
誰かいけんだろう。でもよ、このメンバーなら行こうと思います。森野選手が角から展開作っての1号、小坂選手ズドンのパターン、インが逃げるときはまあここだけで、あとは4号54ですね。考え出したらキリがない番組ではあります。3が1っての3443なのか、いやそれとも31なのか、それともこの4554の方からの41か51みたいな形になるのかとか、いくらでも展開思い浮かぶんで、まあ、これぐらいにしとこうかなと。私はイン逃げと、あともう一つ森野さんが行った時の 2,3 着をどうしようかなって悩んでます今。41前にしようか、4156の1-5-6-1-5-6にするか、1-5-6-1-5-6にするか、まあどういう形で4が頭になるかにもよるので、4-1-5-6-1-5-6で買っとくっていうのは一つ手かも分かんないですね。1から2差し2差し2角500円と41前に300円で計4200円でいきたいと思います。今節4めちゃくちゃ 1着取ってるし、3の松尾さんが今節全然スタートが早くないんで、また遅れた時に森野さんが普通にスタートいけたら4の森野さんがドカンっていくとかあるかなとか思ったりして、全部2000円でいくわ。倍付けでいこうと思います。なんだかんだ言って今日も調子いいしね。そうですよね、うん、休憩中以外ね。あせめて画面上調子いいふりしとかないといけないんだ。ふりお察しください。お察しください。グランプリ開催中、お察し仕方がないな。強めにいったぜ。おい10レースってことはこれ潮ももう引き潮になってますから、ダッシュ絶好なんですよ。おお、なるほど。ただ俺オッズ見なかったな正直。あ、54なら全部満州だ。おお。熱い熱い、いけー。これいけないか。4 4番、5番、6番、いけないか。いくよな、いくよな。よし、いけ。展開作ってのまくり差し5。いやー届かないんだ。41なんだ。41がいい。41なんだ。41。ふんさん、あーくそー、そっちかー。ユンチさんがいい。おー、お見事お見事。3高いよ。3がいいです。でも6なら満州。あ、確かに6がいい。まあちょっと3っぽいけどね。でも6まだワンチャン、ワンチャン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 。次6ですからね。666ない、もう無理か。ちょっと無理か。3ポイント。3か。いやーでもお見事よ。これ よかった。流して。47.7 あるよ。はい、結構あります。14000ぐらい。お見事、イエーイ、当たった。チャラぐらいですかね。日向も、俺はもう結構のマイナスになったよ。勝負かけちゃった。8、123、よし、ナイス、お疲れ様でした。ありがとうございました。